ルーブ・ワッテル、ジョージ・エドワード・ルーブ・ワッデル、ジョージ・エドワード・ルベは出る・ワッル、1876年10月13日から1914年4月1日は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身の元プロ、野球選手、投手。左投げ右打ち。愛称のルベは、田舎者のい。ワッテルは小さい頃から、よく学校を抜け出して、野球をしていたという。 1897年のシーズン終盤にルイビル、カーネルズと契約し、ナショナルリーグにデビュー。この年は2試合登板しただけで、翌年ウエスタンリーグのデトロイト球団に貸し出される。翌1899年にルイビルに戻るも、その年で、チームが消滅。1900年にピッツバーグパイレーツに移籍する。パイレーツに移籍した1900年、ワッテルは29試合に、 当番、8勝13敗ながら130奪三振を挙げた。この年防御率2.37はリーグ最高であったが、度重なる気候がもとで、監督のフレッド・クラークから出場停止にされてしまう。1901年、シカゴ・カブズに在籍後、1902年からは、新興のアメリカンリーグのフィラデルフィア・アスレチックスに席を置く。 ワッテルは当時アスレチックスを率いていたコニー・マックの元でその実力を開花させる。1902年7月1日の試合では3者連続3級三振の記録を打ち立てるなど、その三振を取る能力は当時の他の投手から群を抜いていた。同年チームはアメリカンリーグを制覇し、ワッテルもこの年から1907年まで6年続けてリーグの最多奪三振を記録し、 アスレチックスの主力投手となる。1904年シーズンは25勝19敗で、脱産進数は349を数え、翌1905年には27勝10敗、防御率1.48、脱産進数287で、投手3冠を主中にした。ワッテルの活躍でアスレチックスは1905年のワールドシリーズに駒を進めたのだが、当のワッテルはシーズン終盤に、 移動中の列車の中でチームメイトのアンディコークリーとふざけ合っているうちに麦わら帽子を踏んで転倒、肩を怪我してしまい出場できなかった。アスレチックスには1907年まで在籍したが、1907年にデトロイトタイガースとの優勝を争いに敗れたアスレチックスはワッテルを放出する。アスレチックスから放出されたワッテルは1908年からの現役最後の3年間を セントルイス・ブラウンズで過ごした。ブラウンズ在籍の最初の年は19勝14敗、脱三振232、防御率1.89と活躍したが翌年に、成績は下降、1910年でメジャーリーグを引退することになった。ワッテルは現在でいう発達障害、あるいは自閉症の症状があったのではないかと言われており、その奇妙な行いの数々でも知られている。 彼は酒だけでなく消防車や釣り、ホラ話などが好きだった。また試合中に消防車のサイレンの音を聞いて、球場を飛び出して消火活動を手伝ったり、シーズンオフにはワニとレスリングをした子もあった。先発を言い渡された試合のことを他のことに熱中して忘れてしまうことも何度かあった。そうで、例えば釣りに熱中して試合のことを忘れてしまい。 試合開始直前に観客をかき分けて、グラウンドに飛び降りたとか、先発する試合の前に見ていた少年野球に参加してしまい、やはり試合に遅れそうになった、といったエピソードが残っている。有名な話として、アスレチックスとワッテルとの契約では、ベッドで動物ビスケットを食べないという情報が入れられていた。お菓子の好きだったワッテルが、合部屋のベッドをビスケットで散らかし、 部屋を共にする選手からの苦情があったためである。また、試合が始まって、早々に姿を消したこともある。町の子供たちと試合をすっぽかして、ビー玉で遊んでいるところを見つかって連れ戻され、悲哀だわずか3本で、完封勝利を挙げた。酒好きだった。彼は、アルコール使用障害の症状があり、ボーナスをすべて酒に使ってしまうほどの、不節制ぶりだった。 酔っ払って喧嘩をしてしまうこともあった。監督のコニー・マックは彼を懲らしめるために大芝居を打つことに決めた。警察に協力してもらって彼を逮捕させたのである。そして警官が判事になりすまして偽物の裁判を行ったのだ。マックはわざわざ体中を包帯で巻いた被害者まで用意し、偽判事は今回は罰金刑だが、 次に同じことをしたら監獄行きだと脅した。これに懲りとワッテルは、その年十九連勝した。1910年にメジャーリーグを去った後、ワッテルは、ミネアポリスのマイナーリーグで登板しており、1911年には二十勝を上げている。しかし1912年、村で川が氾濫し洪水が発生。ワッテルは、村の救済のため冷たい水の中で土納を咳上げる。 作業をした。これが元で彼は結核にかかり、1914年4月、テキサス州サンアントニオにて37歳で亡くなる。ワッテルの死は、この時テキサスでキャンプをしていたアスレチックスのコニー・マックとニューヨーク・ジャイアンツのジョン・マグローの両ただしに伝えられ、二人はお金を出し合って、ワッテルの墓に石の墓標を建てたという。1946年ベテランズ委員会により、 アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。